ち。フライ君に双子の姉君がおったとはな。エビフライです、ごきげんよう。わしもそう言いたいとこじゃがな、ミスフライ、今はとてもそんな気分にはなれんのじゃ。何か問題でも？持論に異議を唱えられることには慣れておる。むしろ生きがいなくらいじゃ。活発な議論の応酬がな。だが最近はわしの評判への攻撃がまずい方向に向かってきた。わしとわしの同僚に暴力を加えると何者かに脅迫されておる。自分の研究のせいで誰かが傷つくなどわしには耐えられん。シロップの件では助かった。借りは返す。困った時はお互い様じゃな。私と弟で安心して研究を続けられるようにしましょう。骨についての知識は？いくつかの名称だけなら。状況を説明した方が簡単か。数日前、ドイツ人の同僚シュワルツ博士から電報が来てな。非常に重要な化石を届けるためロンドンに向かっておると知らせてきた。おそらくもうすぐチャリングクロスに着くはずだ。彼に危害が及ばんようにしてもらえんか。シュワルツ博士の安全を守り化石をお届けします。素晴らしい。だが気をつけてな。ミスター・ダーウィンからあなたと荷物を守るように依頼を受けました。自然に振る舞って。分かった。それで君のお父さんは元気か？つまり私の愛する兄弟フランクだよ。一緒に育ったからな。素晴らしい。それは良かった。厄介な状況のおかげでここに来たんだが、彼に忠告しておくのを忘れたんだよ。彼の間抜けさに関心が集まらないようにしないとな。あれは？ドイツ人の博士ってどんな見た目なんだ？シュワルツ博士？あれは列車に乗ダーウィンに届けないと。
やっとか。まだ心臓がドキドキするぞ。化石は無事か。素晴らしい。だがシュワルツ博士はどこじゃ。残念ながらドイツで捕まったようです。ただ化石は回収しました。なんと。実は最近彼らのために働くという条件で全ての研究を購入するという申し出があったのだ。当然断った。科学的知見は金では買えん。万人のものだ。それが分からん愚か者どもめ。